南千田橋、元安川、日本橋から金川灯籠山を眺めています。そして恵家山、秋区役所前、瀬野川を渡ります。国道31号、金輪島が見えます。黄金山が見えます。金川灯籠山、 JR 矢野駅、大仏です。東光園大仏、庭園ですね。住吉神社、水路の向こうに見える山もいいですね。矢野川沿いに進みましょう。川の中に水路があります。立新橋から見ています。ここは左、学校のそば、神社です。姫宮社、矢野町祇園、矢野東6丁目、矢野稲荷町バス停、交差点です。秋矢野ニュータウン大宮公園、山が見えます。寄り道しています。矢野南5丁目、秋矢野ニュータウン第8公園、金川灯籠山登りたいです。檜山や牛田山が見えています。9時戻りました。愛宕神社に行きます。砂防石工事をしてるみたいです。海路、大師堂に向かっています。車両は通行止め。9時10分、迂回路へ。8月まで工事中。伸びるでしょうね。土のうが積んであります。恵家山の方を眺めています。墓地の横、大師堂です。横にお地蔵様、さあ道があるはず。先ほど寄り道した矢野ニュータウン、また今度恵家山に登りたいですね。この道かな。赤テープがあります。墓地の横、これ山道ですね。いきなりロープあり。ゆっくり登ります。急だけど良い道、パワーを感じます。木が伸びて展望なし。少し上から橋、黄金山が見えます。岩を見ながら上、雰囲気いいですね。恵家山の方、あ、ササイル咲いてました。とても綺麗です。蜂がいました。岩の門、分岐に標識、祇園バス停からも合流します。鳥居があります。愛宕神社、道の横は崩れたみたいです。海は見えてませんね。石段の参道壊れてます。ここは石段、息が切れます。愛宕社、
9時26分休憩します。知らん岩です。うおー、ここは景色素晴らしいですよ。標高が上がっています。爽やかな風、五差相山、あれが日の浦山ですね。五差相山山頂を探します。電波塔があるから、これこっちは富士ヶ丸かな。あれが松笠山、阿武山、牛田山、武田山、春日の団地と檜山、双葉山見えています。シティタワー広島駅の方、遠光川、肘山、海田湾、黄金山、広島大橋や海田大橋、海田大橋カーブしています。森山の方は木が邪魔します。鈴ヶ峰見えています。奥はうっすら麓の矢野の町、さあ降りて左に曲がります。神社の裏側は車道でした。最近直したんですね。黄金山、高い松の木、ここは森山が見えます。金輪島、下りになります。バッティングセンターでしょうかね。神社入り口案内あります。空が青いですね。懐かしいです、以前下ってきたところ。9時58分、今回登ります。尾根道、しんどいですね、なまってます。ツツジ、自然林です。小峰かな、先があります。松の木、平坦になるかな。下って登りです。海が見えるんですがね、あともう少しかなと思ったら着きましたよ。10時23分、神奈川道路山531メートル、四捨五入で532。こちらの方だけ展望があります。矢野ニュータウンですね。海が見えています。ほぼ二の島全体が見えます。下高山、手前は田宇島、二の島、安芸、小富士、金輪島少し見えます。廿日市見えてるかな。少し散策します。城山への縦走路、展望岩はないですね。静かです。10時25分、同じ道を戻ります。まだ咲いてます。えげさん、呉の方です。ここの岩は素敵ですね。春ゼミ、10時37分、同じ道戻ります。アザミの花、灰ヶ峰が見えるんですね。
遠くが霞んでますね。10時49分、愛宕社の牛裏、自然でしょうが岩がすごいです。今日は2回毛虫が落ちてきました。参道からの景色、広島駅の方です。分岐は左、自転車置いてるからね。急坂をくねくね、墓地に戻りました。今度はこっちから太子堂です。ありがとうございました。工事中です。迂回路です。保木城主の石碑、下って帰ります。これはお寺でしょうか。祇園社でした。ありがとうございました。安芸区役所前です。お昼の円光川と黄金山、神奈川道路山を振り返っています。